爆走峠爆走峠の国道299号最高地点爆走峠は長野県千野市と佐久保町の間にある峠で北八ヶ岳の丸山と茶臼山の間に位置する県内の南進地方と東進地方との境でもある標高は2120メートルで国道299号の最高地点は本来の爆走峠よりも佐久保町側に 数百メートル寄った地点にある。この地点は国道では渋峠に次いで2番目に標高の高い場所である。峠付近は比較的なだらかであるが、それを過ぎると両側とも勾配が厳しく、狭いヘアピンカーブが続く。佐久保町には池の大来石、鳥出ロック遺跡、駒で池遺跡など旧石器時代の遺構があるが、爆走峠は古くは、 国曜石の産地となっていた。峠付近には、ハックの池があり、八ヶ岳へのハイキングも可能。駐車場とトイレは有料。また、峠を挟んで、千の市方面には、立品高原、佐久保町方面には、八千穂高原がある。冬場は、国道299号が閉鎖され、ノルディックスキーのコースとなる。共に、最新の運行日の確認が必要。群馬、 長野県をまたぐ渋峠が国道の最高地点であるが、1992年に四角札道路が無料開放されるまでは爆走峠が日本の国道最高地点であった。ありがとうございます。